ケルトルフ城の、シュペケ家とロー家の連合文章。フリードリヒシュペイ本、ランゲンフェルトの同時代の肖像画。シュペケ家は、ケルン大使教領に羊を持つラインラントの貴族である。文献に登場する同家の一員のうち、最初期のものとしては、ケルン大使教領のミニステリアーレであったブルーのシュペデが1166年と1177年の資料に名を残している。その後、 すでに、シュペイとも呼ばれていた芸であるとシュペイデファン、ランゲンフェルトの名が、現在まで伝わる、鶏の紋章に記され、登場するのは14世紀の後半に入ってからで、あった。これによって、シュペイ家の当主は、同盟のラインダントの貴族と自らを区別したのである。当初、シュペイ家はまだ同地の地方貴族の一つであった。14世紀と15世紀には、同家の4名が、 数少ないラインラント出身の貴族として、リボニアにあったドイツ騎士団の騎士に助任されている。1356年以降、同家はアルテンホーフを本拠とし、1662年にはフリードリヒ・クリスティアン・フォン・シュペイ男爵が、岐阜のヨハン・ベルトラム・フォン・シャイトから相続した、デュッセルドルフ・アン・ガームントのヘルトルフ城に移っている。1672年には、ユーリヒ・ベルク公。 フィリップ・ビルヘルムが彼を、高領の全洋兵軍の軍事顧問に任命した。時代とともに、所領は、拡張を続け、ヘルトルフの分家は1945年まで、少なくとも7000ヘクタールの領地を収めている。シュペ家の当主は、ラインラント出身の帝国士爵の一員として、ラインラントの諸公の宮廷や、統治機関で行為を享受した。こうして1739年には、 帝国博の地位を得ている。シュペイ家は著名な人物を輩出した。進学博士であり、作家でもあったフリードリヒ・シュペイ・フォン・ランゲンフェルトは、魔女リや拷問に初めて反対した人物の一人で、ある。フランツ・ヨーゼフ・アントン・フォン・シュペイは、デュッセルドルフで、バイエルン王国、フランス王国、そしてプロイセン王国の政府に次々と、交換として使えるというゲートを演じた。 ドイツ帝国海軍中将、マクシミリアン・フォン・シュペイ・伯クシャクは、フォークランド沖海戦で、ドイツ艦隊の指揮官を務め、機関であった、シャルン・ホルストの艦上で戦死を遂げている。その二人の息子も、将位として、ニュルンベルク、そして、グナイゼナウに勤務し戦没している。17世紀まで同家には、ランゲンフェルト、アルデンホーフ、フェルデ及びペイルラントの各家系が存在していた。 現在まで存続しているシュペイ家の伯爵はアルデンホーフ家出身である。現在はビルヘルム・フォン・シュペイ伯爵がヘルトルフ城の城主を務める。同志は父マクシュミリアン・フォン・シュペイ伯爵の長男として家を継いだ。他にはズインツヒのアーレンタール城、ラーティンゲムのリンネップ城、フィンネントロップのアーハウゼン城、コルシェンブローホの ハウスフィオルト及び黒いウンターマウバッハの、ウンターマウバッハ城に分家が存在する。ヘルトルフの本家は他にも、リューフ近縁にある、ケッセルスベルク農場、ハウスレムベルク及びハウスベックムやマリーエンハイでの、ゲルファースハーゲン農場、ブリーロンのアルメ城などの騎士領を所有する。同家の資産は少なくとも10億ユーロと推定されている。本家の紋章は銀地に、金の王冠を被った。 赤い鶏をあしらう。ヘルメットの上には、広げた翼のそれぞれに盾を飾る、王冠をかぶったオンが描かれている。マントは赤と銀である。銀字に描かれた、この赤いオンは、主張に富む紋章である。シュペーケも、参照のこと。ケルン大司教、ライナルト・フォンダッセルの記録。アントン・ファーネチョ、アー・キンデン・バッチ・ディー、シュレクツ・デア・スピード、イエッツ・スプ、ケルン。 1874年。マクシミリアングラフスプガッシストロベン RP オンライン。2009年9月2日。マクシミリアングラフフォンスプベイナスネースト。RP オンライン。2009年9月10日。グラフンハウスリーファート・ゼッヒ・アーブ・シュラクト。ウムミリオーネン・スピーゲル・オンライン。2006年3月6日半。ボーホレン・ゴズクト。2012年1月20日放送。WDR テレビ。 ありがとうございます。